はい、こんばんは、島津です。本日もね、デスストランディングやっていきたいと思います。前回ですね、サウスノットシティをね、つなげたところで終わりました。で、外を見てこいって言われたんで、ちょっと見ていきたいと思います。一応、武器関連もそこそこあるんで、対 BT 兵器と、対人兵器、まあよし戦えるんじゃないかなと。まあ、受注ハックボス戦でしょうね。どうしよっかな。あ、始まった。いや、嵐ですよ。いや、 BT 泣いてるし。いや、これまずいな。荷物しょわんほうがいいね。飲まれちゃったよ。ビーチに行ったっぽいな、これ。いやー、あれですね。ラッコがよく目立ちますね。いいと思いますよ。あ、軍隊が出てきた。あれ？骸骨じゃん。操ってたね、この人が。え、なんでこっちにいるの？これビーチだよね、多分。まあ、元兵士とは聞いてたけど。誰、頭に釘刺したの？そんな可愛いおもちゃに。コンバットアンガーエピソード4に入りましたね。コンバットなんとかって書いてありましたね。これ第二次世界大戦の戦場だよね。いやー、いきなり戦場にね、ワープしましたよ。で、物資がある、あそこに。あ、自分の物資だ。何なんだ。待って、こいつらは実物か、よくわかんない。とりあえず回収しよう。で、OK。 で、そうだね、ハンドガンだけでも装備しとこうか。あいつらと戦うんじゃないかな。どうだろう。怖い。怖いぞ。はい。果たしてどこ行けばいいのかな。とりあえず、お寺でくがね、向いてる方向に行かないといけないんですね。走れ走れって怖いから、ね。こっち？あ、クジラがいる。戦場にクジラ。今度は海もないところに。怖い怖い怖い。あ、血液人だった。元の世界に戻れる。うん、私もキーになってますね。いや、死体だらけですよ。
寝てんの？寝てんのかな？寝てましたね、普通に。そう、初対面ですよ、BB と。サムが出会ってからね。ずるくない？なんか高性能っぽいよ。軍人 VS 配達人ですよ。戦闘？戦闘かな。脱出する方法を探せ。チェックが入りました。次は？どうした？あいつとバトル感じかな。アサルトライフル落ちてるよ。どこいる？ちょっとこっちに変えとこうか。アサルトライフル。どこいる？君はどこに？どこから戦闘だ？ここはどうだ？あの人も迷い込んできたのかな？どうなんだろう？こっち？ BT がユニは？あっちか、あっちに行けと。ショットガンがある、ショットガン。ショットガンも使えるんだ。ショットガンも持っていきたい。けどもうそろそろ荷物がやばいから。何かを忘れてる。何かを忘れてる。ショットガンも手に入りました。思い出せ。来てる来てる。どこだ？あ、後ろ？あ、撃たれた撃たれた撃たれた。あ、後ろ？バカ。ちょっと待って、骨から襲われたわ。やって。オッケーオッケーオッケー。骨、お前生きてんのかい？生きてんのかい？あ、来てる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 。はいはいはい。あいつら頭よりか胴体を狙ってるからやりやすいですね。ちょっと射撃感度が高い。うん、大丈夫？やべ、結構ダメージ受けちゃった。さあちょっと戦場が激化しております。出て出て出て、めっちゃ食らっためっちゃ食らった。あ、あいつ出てきた。お前卑怯だってマジで。なんかめっちゃいい装備やん。痛いって痛いって。ショットガンで応戦しましょうか。ショットガン。もうこっち戦、私一般の配達員ですからね。マジでどうしようか。やばい、シリがないですよ。やれた。いけるね、いけるね、いけた。消えちゃった。よく行ったね。どこ行った、あいつ。増援を出せ。いや、いいって増援とか。いいぞ、行け。いや、来ないでよ、迷惑。どこどこどこ。一般人だってあんた、本当に。やめてやめて。どこから撃たれてるか。どこいるどこいる。危ない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 。こけるこける。ちょっと距離取ろう。バッチいいんじゃないかな。来ないね、後ろか。ここはどうだ。こっちか。こっちから来る。お寺で行くの。これを頼りにするしかないっすね。戦車来たんだよ。戦車来たんだよ。戦車大丈夫だよ。戦車長ついてるし。ぐちゅぐちゅしたもん。血液袋が使い切ってる。じゃあ、いない。来た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 。危ない。来た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 。急
旧式武器といえどね、あの威力は高いですから。やった。やったかな。どうかな。まだいる。やばい。こっちにいる。こっちにいる。こら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 。聞いてなくない。聞いてないと。あ、聞いてきて。なぜ私を狙うんだ。あれかな。BB をね、手にしてるからですかね。ここだね。いた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 。あ、いた。そうじゃ、そうじゃ。そう。そう。こんな時こそグレランじゃないわ。グレネードだよね。5発あんだね。5発あんのはありがたいっすね。どう？食らった？食らった。食らった。あ、見て、逃げる動作取ったよ。やっぱね、骨も怖いんだね。は？お前ふざけんな、マジで。こっち今ハンドガンしか装備してないんだって。撃たんでショットガンで5ショットガンだ。お前ふざけんな。うわやばいやばい、死ぬ。まさかの死ぬっていう。危ない。リロード。あー、危ねえ。回復。もう、てんてこまい。あ、よかった。勝手に、補充してくれてる。来てる。走ってきてる。特に持つ邪魔で、3日、ね、出てきてる。補充してくれてる。早く荷物捨てたい。どっち？お出られるか。どこや。後ろ、まだ来た。弾が切れちゃうよ。次どこ？こっち。でもこれ、ちょっと捨てようか。もう。替えのアサルトライフル使って。あ、こっちも弾ねえのか。あれ？弾ってこれあれかな？各武器を取ったときに補充されるもんじゃないのかもしれないですね。ほい。終わった？終わりかな？終わりだ。謎の男を倒せ。とりあえずクリアできたけど、どうかな、 S ランクかな。 A か。まあ死にかけたもんね、ダイハードマンからめっちゃいいねもらった。エキスパートトランスポーターにアップしました。何者にも屈しない配送を期待しています。いいねがもらえるようになったと。 BB がアンロックされました。あ、戻ってきましたね。サム、聞こえる？ああ。大丈夫？ここはどこだ？どうしたの？俺はどうなった？あなたが配送センターを出た瞬間、嵐は突然消えたの。カイラル濃度も急に下がった。俺は嵐に飲まれて戦場にいた。夢でも見てたの？
通信は一瞬途切れたけど。一瞬じゃない、ずっとつながらなかった。兵士に襲われて BB を奪われそうに。そんなのおかしいわ。こいつも体験したはずだ。あなたと通信が途絶えてから数十秒しか経ってないのよ。そんなはずはない。俺はあそこに数時間はいた。きっと疲れてるのよ。とにかくそちらに向かう。私が行けるといいんだけど。分かってる、子供がいるんだろう。ごめんねサム、気をつけて。楽しみにしてる。ずいぶん人に会ってないの。多分ですけど、時間の概念が違うんじゃないですかね。うん、そうだと思う。サム、ママのラボに向かってくれ。彼女はキューピッドを開発したメンバーの一人だ。しかしその彼女が開発当初から懸念していたことがある。キューピッドに問題があるんじゃないかと。それが君が体験した現象やカイラル濃度の急上昇の原因かもしれない。ママと会って話を聞いてくれ。これ全部あれだね。うん、自分が持ってたものとか、あとトラックに積んでたものとかがね、投げ出されてますね。ショックやこれ。ママの研究施設でママと合流しろっていうのが来ましたね。どこなのかね、ママの住んでるとこは。ちょっとわかんないんだけど。あ、ここだ。ここがママの研究施設っぽいですね。なんですけどね、ちょっとすみません。急遽、やりたいミッションが追加されたんですよ。まあ何かと言いますとね、こちらです。はい。至急、ピーター・アングレールへ焼きたてのピザを届けてあげよう。またね、ピザをお願いしたいみたいなんですけど、サウスノットからね、そこまでっていう感じ。いや、ここじゃなくてもいいんじゃないと。ね。レイクノットシティから届けさせてよって言いたかったんだけどね、ぜひともサウスノットから焼きたてのピザを食べたいですという。ね。なんかすごい依頼が来てしまいました。それで、ね、メールもね、しっかり今回も届いてました。うん、またピザを届けてください。サム・ブリッジズさん、いつもお世話になっております。ピーター・アングレールです。あなたが届けてくれるピザの大ファンです。ずうずうしいお願いですが、ピザを届けていただきたいのです。実は友人夫婦が訪ねてくるのです。出歩くのは危険だから止めたのですが、どうしてもと言って。私はろくな料理もできません。そこでピザでおもてなしをしたいのです。よろしくお願いします。贅沢なリクエストですが、イベリコ豚のベーコンをトッピングしてください。ピザはサウスノットシティで焼き上がってるはずです。どうやらね、イベリコ豚がね、サウスノットにしかなかったんでしょうね。贅沢ですね、イベリコ豚。なかなかお高いピザになってるんじゃないでしょうか。はい、ということで今回はね、友人夫婦が来るみたいだからね、急遽お願いしたみたいです。じゃあ、ピザのために、ね、今回は。届けてあげましょう、また。一応持って行っときましょうか。ピザが入った荷物ケースは横にして運ぶんだぞ。バックパックに積むときも必ず横にするんだ。地面と水平にな。縦にしたら中のピザがめちゃくちゃになってしまうぞ。すごく熱く語ってましたね。どうやらデッドマンもね、ピザが大好きみたいです。ピザを横にしてぐちゃぐちゃにするなって言わんばかりでしたね。手に持つなんて言語道断ですね、これ。よし、じゃあ今回はね、これを無事に届けて終わりにしたいと思います。次こそはね、カオンをね、拝みたいですよね。でもあれか、友人夫婦が来るってことだから家に絶対いるはずなんで、ピーターのカオンをね、やっと拝めますよ、皆さん。いやー、嘘バカじゃないの、嘘でしょ。来るの？いや、嘘でしょ。いや、マジふざけてる。ガチか、これ。おい、やめろ。
って、いざ届けないといけないんだって、マジで。大丈夫？多分ね、この中にいると思うんですよ。外には出てこないんじゃって、出てきた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 。ちょっと待って、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 ダメ、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 ピザ届けてるの、ピザ。みんな大好き、ピザ届けてるの。よし、これは抜けただろう、絶対。分かってるな、サム。ん？殺傷武器を持っているときは、特に気を引き締めてかかるんだ。言うまでもないが、人を殺してはならない。死んだ人間を放置すれば BT になり、ボイドアウトのリスクが高まるんだ。なるほど。人を殺すということは、君や罪のない人々を危険にさらすことになる。ああ、そうか。忘れてた。あの、殺傷武器がね、今までなかったから、そんなこと考えもしなかったけど、そうですよ。死体がたくさんね、あの、転がった状態になったら、BT になって、ね、ボイドアウトのリスクも背負わないといけなくなるってことですよね。よーし、クラフトマンのとこまで来ました。あとはもう、全速力で、アングレーの方に向かえば終わりですね。OK、ピーター、熱々のピザ届けに来たぞ。今回はトラック便だ。前回はバイク便だったかな。OK。あの喜んでくれるかね、友人夫婦は。イベリコ豚トッピングの、熱々ピザです。入れる？入れた。そしてご対面できるはず。よし。いやー長かったぜ。ピーター・アングレール、焼きたてのピザを届けてあげよう。お疲れ様でした。結果を表示します。ちょっと、なんで今回出てこないの？ピーターいるはずだろ、家に。ピーター、家にいないのか？なぜだ？友人夫婦が来るはずなのに。やったら10分以内に届けられたよ、あの距離を。結構強行した部分もあったかね。なんでいないの、ピーター？ちょっと楽しみにしてたのに。ありがとうございました。いや待って待って待って、ピーター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 、顔を拝みたいんだ、今日は。今日は顔を拝みたいんだ、俺は。なぜなんだ、ピーター。ダメだ。武器も作れない。ピーター、ピーター。なぜ顔を見せてくれないんだ、俺に。まさかですよ。今日もピーターと会えんかったよ。あ、ピーターから来た。ありがとう、ピザは絶品でした。いや、顔出してくれよ。ねえ。サム・ブリッジズさん、すみません。そしてありがとうございました。ピザは無事に届いてます。友人夫婦が端末の操作を間違えて、ホログラムが出なかったそうなのです。そんなオチ。いたみたいなんですよ。いたみたいなんだけど、ね、ホログラムは今回出なかったと。操作を間違えて。本当か？それ本当か？だって今までさ、操作ミスとかでホログラムが出なかった人っていないんですよ。ピーター、君だけなんだ、それは。私がちょっと買い出しに行ってて、不在にしていたタイミングでした。買い出し行ってたって。マジか。また外に出てたみたい。またもお礼が言えずすみませんでした。ピザは絶品でした。そんな、ピーター、待っててくれよ。待って、今、待って。ジャンク屋からのメールで結婚は難しいって書いてあるよ。サム、君は今も一人で荷物を運んでいるのか。一人でいる気分はどうだい？僕はもうすっかりその気持ちを忘れてしまったよ。ああ、一人はよかった。何をするにも自由だし、怒られたりすることもなかった。彼女、すごく細かいんだ。僕のやることにいちいち口を出す。それで、こないだついに喧嘩をしたよ。距離が近いとお互いを、束縛してしまう。これが結婚というものなのか。想像以上に難しいよ、サム。ねえ。ちょっと独り身が長かったせいでしょうね。いやー、ジャンク屋よ、頑張れ、としか言えない。はい、それではね、本日はここまでとしておきたいと思います。みんなの中にもね、ピーターの顔がね、拝めるって思った人は何人かいると思うんですけど、今回はね、ホログラムの操作ミスだったみたいです。まあ、どっちみちピーターとは会えなかった感じかな。あの、友人夫婦だけが映る感じになってたのかもしれないですね。はい、またね、ピザの宅配来たら、ぜひとも届けて、ね、最終的にはね、顔を拝みたいですね。はい、ご視聴ありがとうございました。次回はですね、ママと合流して、ママ
とのなんかストーリーを進めていきたいと思います。それでは島津のデスストランディングでした。失礼させていただきます。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。